はい、皆さんどうも。マキピロ君でございます。ですね、カタストロフィー。これの、初回降臨の、運枠を積んだ、パーティー編成でございます。レディ・ドルチェ。これがですね、友情が、反射拡散レーザーだったかな、という感じで、ロミオとかね、ベルダンディとか、ああいう、友情なので、反撃モードをね、発動しやすいということで、レディ・ドルチェを積みました。どちらかというと、アタッカーというよりも、反撃モードを、うまく誘発させるための、サブ的な、補助的な、感覚で入れてます。そして、あと、パーメル、10名ですね。と、あと、出ました。直配。はい。直配がいるだけで、うまく積んでも結構安定して攻略できるので、良ければね、結構いろんなキャラ積んでる方が、見えました。メルム入れてる方もいますし、カナンを積んでる方。カナンはね、ちょっと漠然なので、ちょっとね、難易度高いかなっていう感じはするんですけど、別にレディードールじゃなくても全然大丈夫です。反撃モードを誘発させやすいっていうね、利点があるので、そういった意味で、もしね、運曲作られてた方、ぜひともね、使ってみてください。ということで、今回ですね、こちら、こちら、はい、パーティー編成で、攻略しましたので、結構ね、これ安定しました。はい、解説していきたいと思います。詳しい解説の方は、直配なしで攻略のやつを見ていただければと思うんですけど、立ち回り的には、ほぼ変わらないです。で、こちらの方が、結構ね、しっかり理解してから、クリアしてるので、この1と4の間、この辺を狙うと、あそこ入れます。で、ハーメルとね、やっぱこのレディ・ドルチェがいることで、かなり、反撃モードに関しては誘発しやすいのかなっていう感じがします。これラッキーですね。あんなこともあるんだなって。そういった意味でのいい参考動画。こちら。いい参考動画です。角度でもいけるんですね。はい、で、ただ、2手抜けね、あんまりおすすめしない。こんな状態になってるんですよ。これ結構辛い状態で。どうすんだこれと思って。なんで、2手抜けはね、あんまりおすすめしないかもしれないです。なるべくアビロ食らわないように、この2体を早めに処理する。けど、微妙にね、これ、ずれてるんですよ。こういう感じで。蘇生とかね、3年でちょっとあれなんですけど、そこね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。まだ気づいてなかったです。後で気づきました。微妙にずれてんな、これ。途中で気づいたんで。で、こいつは残ってることで、魔法陣をこうやって、縦でこうやって踏んでいくっていう状態が非常に取りにくいので、ひよこになる確率がぐっと上がります。なので、あれをいかに早く勝負できるかっていうのは結構、このステージの鍵になるかなっていう感じはしますね。そうなんです、これね、難しいですね。とりあえずなんとか耐えるやろ耐えるやろって感じで、実際耐えてくれたので OK ですね。これね、ドンマイですね次までにはちょっと処理しないとちょっと耐えれないかなっていう感じがするので、防御力はね、必須になりますね。これね、とりあえずそうですね、次の爆発までにターンがあるので、まず回復しとこうというと、記憶を直しとこうっていう感じですね。今ああいう弾き方したんですけど、実はこれが貼られてなかったんですよ。だから直接いってもよかったんだと思うんですよ。とりあえずスフィンクスがダウンするっていうのを覚えておけば、まあ、ダメージの、柱というかね、ダメージボールとまた違うんですけど、あれがない時は、スフィンクスだけでいけちゃうので、その辺に頭に置いてもらえるといいかなって思います。はい、でもうこうなると、まあ、いかに、早く抜けるかってとこなんですけど、これはしょうがないですよね。ただこの真ん中にドルチェを置けたっていうのはすごい大きかった。もう縦パンでいけちゃいますからね。ドルチェを微妙に触ればいいだけで記憶解除して、これでね、いけました。なのでね、これもちょっと、まあ、ラッキーなところもあるんですけど、まあ、意識して、配置するっていうのもできると思います。ジューベイさんね、大変なとこいますよね。まずここから抜けるのが先決なんですけど、右から抜けるか左から抜けるかってところですよね。もしくははめとくか。どれぐらい火力出るのかなと思って、多分あれ初めて見たんですけど、まあまあダウンしてなくて、あれだけ連れていったらいいのかなって思います。これは大きいですね。2体潰せたので、もうこの状態だったらドルチェ打ってもいいかなと思うんですけど、あとはどう打つかですよね。あんま火力としては使えないので、で魔法陣も回避できる、回避するのは難しい。もうこうやって暴れちぎればある程度柱立っても回復できるので、そういった意味ではこの中ボス戦そこまで気にすることはないのかなと思います。でもう一回あれ経験したらなんでいけんじゃんって感じですよね。どんどん突っ込んできます。なんでビビるのが多分一番危ないんじゃないかなって思いますね、正直。ここに防御上がってるんで、やっぱさすがに削れないんですよ。でターンまでちょっとなくなってきたんで、ちょっと危ないですね。これね、ドルチェさえ当てとけばここまであんな角度打たなくてもよかったんじゃないかなと思いますね。もっと簡単な角度あったんじゃないかなと思いましたけど。まあここまで削ってしまえばあとは何とでもなります。最悪ゼロで抜けてもいいので、縦勘でもいいですし、まあバリルは削れるやろうぐらいな感じなんですけど、まあちょっとねビビってここで死んだなと思って、最終だったんでね、もう潜ってたやつです。はい、8ターンで打てますからね。横で、まあ、潜っちゃったらし、あそこの間入ればラッキーぐらいな感じで、ナイスはい、で磁気杯ですね。磁気杯はもうとりあえずこの状態だったらもうスフィンクスだけ触っとけばいいっていう感じなんですけど、まあ打ちましたね。まあこの配置的にちょっと鉄砲を削れる難しいなと思って判断したんでしょうね。で先生を打ったんだと思います。はい、ボス戦です。でここはね、まずこの2体の雑魚を潰します。判定ですね。判定が難しいので、まあ、これ入れ番するかなと思ってたんですけど、案の定入れ番しましたね。もうちょっと奥でもよかったのかな。こうなってくるとハーメルが結構辛いので、ハ最悪友情直していってもよかったかなと思いますね。ひよこなのがねちょっと微妙だなと思ったんですけど、結果ひよこになった。これだったらこれだったら友情ね出しておいた方がよかったんじゃないかと思います。で10名もSSのターンに来るので、ここ打っとけって感じで、まあやつらをこいつです、このティポーンを早めに処理すると楽なんで、ここからはあとはグダグダいこうと思ってますから、ターン稼ぎながら。その何気にね、このアビロクラと一気に立ち回り方が直殴りになってくるので、ちょっとしんどくなりますよね。なんで、その辺ちょっと気をつけてもらうといいかもしれないです。あれ難しいですよね。記憶に直す方法がない。でこれは直すのであれば縦で右に行くのがベストなんですけど、どういう選択取ったか全然覚えてないです。でこれがベストですよね。友情ではすぐ入る。でも上踏めてないみたいな上踏めてない4枚をね、まあ自由ですよね。上まで行き過ぎない。こうなったら楽ですね。はい、ここは抜けましたね。ただね、ひよこがね2体いるので、まあ、ドルチェが関しては SS 打てない。まあこれ SS の打ちどころだと思うんですよ。配置があんまり悪い時はもうどんどん SS 打った方がいいと思います。なんでなるべく SS のターンの限られたキャラクターを積むというのがいいですね。でまああそこ2体処理終わって、でこの辺からどうやって弾けばいいのかっていうのがだんだん分かってきて、ドルチェいるんで、これ横感じるんですよね。ギャーね、横感だったらね、1体がついてたかもしれない。あ、ひよこだったのか。これは痛いですね。もう食らうっていうのを想定して、あとはなるべく斜めで弾いて、暴れて回復する。もうこれで、とりあえずあの場をしのぐしかないですからね。さあ時期早い。これ1体でも潰しておかないとちょっとここでもうゲームオーバーってことで、危ない危ない2体は想定外。ここはねもう回復専念ですよね。まあ結構削れてるっていうのが救いですよね。これ削れてなかったらあの選択できなくなるんで、なんですけど磁気杯が今下にいるんですよ。なんでなるべく下にいるのはちょっとある程度勝負決めたいなって感じなんですけど、はい、危ないですね危ないですね。磁気杯さんまで回ってきそうなんで、でこれはもうドルチェを拾って横間で下がいるのが一番いいかなと思いますね。やばい、こうなったら時期杯暴れるしかないです。で足もあるので、こうやって見ると結構危ないな。激で抜けてますね。はい、ここはもう SS ですね、やっぱり。で縦であそこ入りたいですよね。ただこれそうです、拾っちゃうんですよあそこ。案外キー当ててティポン下当てて下バウンドさせて入れるっていうイメージだったんですけど、あそこの判定拾って上行っちゃったっていうのがかなり辛かったです。これをヒットしてツーだからと思いましたから。ただこれで取り戻した感はありますよね。であとはもうヒーリングでどんだけ回復するかということもあるんですけど、なんと十兵衛さんがすごいところにいる。もうこれはね、あれはもうしゃあないです。味方がどこにいんのって感じですよね。だからドルチェが、下に行っちゃった上に行っちゃったっていうのが結構響くんですけど、あれが下にいるだけでまたちょっと変わったのかなって思いますね。まあどうせアビロ食らってるんであれですけど、友情ロック食らってるんで時期半分上行っちゃったもうこれはもうゴリゴリ暴れるしかないんですけど、ここに削れもんす。これね、ハラハラするでしょ。ハーメルそこにいたんだって感じですけど、まあこんな感じでクリアの方がしました。まあ、この構成で結構ね安定するのでおすすめです。まあコツとしてはハーメルとジューベがとりあえず SS ターンが軽いので、そこをうまいこと使っていただければ安定するのかなって思います。はい、これかな。切ないね。14分結構長いんですけど、はいはいということでですね、今回音楽レディ・ドルチェを使って攻略をした動画なんですけど、まあちょっとでもね参考になればいいと思います。なのでキャラクターの編成のコツとして、まず SS のターンの軽いキャラクターを2体ぐらい積んでおくと安定します。あともう一つが友情ですね。友情拡散系の要は、まあ10名もそうなんですけど、エナーサーと、斬撃ということで、まあ結構、反撃モードを拾いやすい。レディ・ドルチェはもう本当にもうダメージを稼ぐというよりも反撃モードを誘発させるっていうためだけに入れてるキャラクターっていう感じですね。なのでそういった、ね、編成がするだけでちょっとね難易度の方が下がると思うので、もしよかったらね参考にしてください。はいということでですね、今回、カタストロフィーの、初回降臨の、攻略動画になりましたけど、皆様参考になりましたでしょうか。よければですね、まあちょっと何度か見ていただかないとあれかもしれないんですけど、一人でも、参考になれば嬉しいです。はいということで今日はね、これで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。夏のせいにして